こんにちは。ファッションクリエイターの高田智義です。本日の動画なんですけれども、ちょっとまだね、早く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これからこの秋冬に入荷してくる予定の商品を紹介したいと思います。というのも、いつも僕結構この動画で突然今日から販売開始しますというようなことをずっとやらせていただいてて、ちょっとなんか皆さんを驚かせることも多々あったんじゃないかなと、また今これ入ってくるのかみたいな、なんかそういうのがあったんじゃないかなと思うと、非常に申し訳ない気持ちもあり、一度、こういうものがこれから入ってきますよという予定の動画を、本日お届けしようかなと思っております。実際の、納期っていうのはまだ確定をしていないので、一応秋冬だいたい8月、9月頭ぐらいから、10月にかけて入荷してくるものということで、思っておいていただければ嬉しいなと思っております。それでは、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日の動画に入る前に、まず前回の動画でお届けしましたウエスタンベルト、非常にご好評いただきまして、販売開始から本当にわずか2日ほどで完売してしまいました。買えなかった方本当に申し訳ございません。今、ナポリのアルベルト・ルッティに確認をしてまして、追加ができるのかどうかというのを、聞いているところでございます。ちょっとまだね、返答が来ていないので、この場ではお答えできないんですけど、納期がそこまでもう なんだろう、すごい長い納期じゃなければ、なるべく、欲しいと思っていただいている方、皆さんに行き渡るように、2週間ぐらい、受注期間を設けて、その時に、オーダーをいただけるような形で、進めていければなというふうに思っております。買い逃してしまった方、そちらをお待ちいただければと思います。申し訳ございません。はい、本題に入る前にいつもの恒例の今日の僕のコーディネートということで、こちらです。本日はウェアルネスのドレスシャツのシャンブレーを着用しております。本当今日ぐらいかな、全部、納品してきて、今週末には発送ができるような状況で、受注いただいた方、皆さん本当にありがとうございました。すごくいいシャツが出来上がっておりますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。で、そのシャンブレーシャツを、下にちょっとこうタンクトップを着て、カジュアルに前を開けて、着用しております。なんか T シャツでもいいんですけど、タンクトップの方がこのネックが下がっててよりリラックスしてる感じが出るので、このような着方をしました。で、それに合わせてショーツを履いているんですが、タンジェントの、ブリティッシュグルカショーツですね、を合わせております。で、このグルカショーツが結構ベルトループっていうのかなが、かなり幅が広くて、普段ベルトレスで履くことが多いんですけど、結構このウエスマも大きいんで、ベルトレスで履くことが多いんですけど、たまたま去年買ったベルト、そして去年買って一度もつけてなかった、インターナショナルギャラリーで買ったベルトがあって、このベルトが太さがちょうど良かったのと、ちょっとこのシャンブレーとリネンの、ネイビーの組み合わせに対して、なんて言うんでしょう、ちょっとこうリラックス感というか、リゾート感みたいなのが足せる、このラフィアのベルトっていうのが面白くて、着用をしています。で、足元はアントニオ・ピオメレの、レザーの、ローファーですね。なんかこの、都会っぽいネイビーのグラデーションに対して、このちょっと明るい茶色を合わせてすごくこうカジュアルに振っているというようなコーディネートになります。結構このシャツ、本当に僕この間の背広散歩ではタイドアップして着てたんですけど、こういう風にちょっとカジュアルにね、着ても結構ブラウジングしっかり出せるんで、割とこう着方を工夫するといろんな合わせ方ができるんじゃないかなという風に思ってます。素材も割とこういう素材なんで、カジュアルにもドレスにもどっちでもいけるかなと。いう感じで、このコーディネートを組んでおります。はい。ということで、本日の本題の、秋冬に入荷してくる商品ですね、を紹介していきたいと思います。まず一番最初に紹介したいなと思っているのが、おそらくこのウェアルネスだけでお取り扱いになるであろうベルウィッチの新型、もしかするともう 1,2 店舗個展さんがやられるかなという感じのモデルなんですけども、このモデルがこちらですね。二方あって、ちょっと一個が画像なかったんですけど、一つこのルカーン、結構聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ルカーンがちょっとバージョンアップしまして、ミラノのショールームで、出されていて、それがすごく今っぽいなと思ったので、こちらをピックしました。
で形としてはノープリーツの、ルカーノと、それからツープリーツ、ツーインプリーツの、ルカーノのプリーツ入りの2型をお取り扱いをしようと思ってます。でルカーノのノーピーがすごいちょっとこう今っぽくで、なおかつなんだろうな、こうクラシックなものにも合わせられるし、腰回りがまたやっぱりすっきりしてるっていうのが久しぶりに新鮮でいいなっていうところで、発注をしています。生地がノープリーツに関してはこちらのブラックのウール、なんかちょっとこうサンローランとかああいう感じのイメージの少しモードっぽい感じをイメージしていて、まあ、なんか僕がやらせてもらってるやってるこうライダースと結構着丈短めのライダースとかの下にこのノープリーツのこういうパンツを合わせたりするのがやっぱりめちゃくちゃバランスとしてもかっこいいなっていうふうに思っていて、この形を発注してます。この形は他にも、黒木デニムですね、黒木デニムのいわゆるこうナチュラルな色合いのものを発注してて、まあ、多分この日本の素材、日本のデニムを向こうに持って行って、今イタリアのパンツメーカーで縫製をして日本にこうまた輸入をしてきて販売をすることになって、でこの値段で出るっていうのは3万前半3万3000円ぐらいかなで出る予定なんですけど、まあ、この値段は今もうありえないんじゃないかなというふうな本当に自信を持って皆様にお勧めしたいシリーズがベル1から入ってきます。まあ、ちょっと全部を詳しく説明していくと説明しきれなくなっちゃうんで、またこう入ってくるたびにそれについて詳しく説明をしていきたいと思います。でツープリーツに関しては秋冬のこのチョークっていう色、なんでしょう、こう少しクリームがかった白っていうのかな、真っ白じゃない少しベージュがかったみたいな色なんですけど、結構この秋冬のなんだろう、色の傾向みたいなものがやっぱりキャメル、それから白とかそういうブラウン系、淡い系の色が多い中で、パンツのこの、まあ、ホワイトデニムの真っ白もそうですけど、ツープリーツみたいなこういうクラシックなパンツを、こういう白っぽい色で合わせるってすごく使い勝手のいいパンツだと思いますし、重要になってくるかなと思ってこれは発注をしているパンツです。はい、でベルウィッチはそんな感じですかね。はい、で次が、スーツとアウターを発注しているんですけど、まずは、ラファーボラからこちらの上下の、まあ、セットアップですね。ジャケットはブレザー型で、かなり英国調のツイーディーな素材に対して、パンツは今年の、春夏でも別注をさせてもらっていた、シリーズのパンツなんですが、この上下のセットアップというのは秋冬でもやらせてもらいます。結構春夏でも中ラフに着て便利に使えたので秋冬もいいかなっていうところで、まあ、タートルネックだったりとか、あとはスウェットとかそういうちょっとこうラフなものと合わせてもすごくかっこよく決まるんじゃないかなというふうに思っている、上下のセットアップです。でなんかこれにスウェット着てブーツ履いてみたいなとかもすごくおしゃれなんじゃないかなというふうに考えている、商品です。そして、タンジェントから、パンツではなくて今回はアウターをちょっとこうピックアップしていて、このモッツコート型のアウターですね。でこれがナイロン素材の結構しっかりしたナイロンで、そして色をこの写真の黒じゃなくてこの上から2番目のベージュって色を選びました。なんかこれも白いパンツとか淡い色の組み合わせのアウターとしてこういう、まあ、モッズコートにはなかなか珍しい、まあ、ちょっとこのキャメルっぽいベージュですね、濃いめのベージュなんですけど、こういうのを合わせられるっていうのがめちゃくちゃかっこいいなと思って、ピックアップしてます。まあ多分なかなかね、普通だとこのオリーブ行ったりネイビー黒行ったりするところをまあこうあえてこういうなんだろうベージュを選ぶっていうところが、まあ、このウェアラネスっぽいところなのかなと、ちょっとこうひねっているところなのかなというふうに思っているんですけど、まあ、このあたりもすごくおすすめですね。やっぱりね冬もあったかかったりしますし、暖冬暖冬って毎年言われてますし、なんだろうな、
重いアウターを着る時期っていうのは絶対来るんですけど、まあ、こういう軽いアウターだとね、まあ長い間着られるっていうのもあるし、中に着込んじゃえばいいやっていう方もいらっしゃると思うので、今回はこういう軽いアウターにしてます。もちろんアクアボラのあのチェックのコートも今年も引き続き販売しますので、そちらもぜひ去年買い逃してた方はぜひちょっとご期待ください。はい、続いてがレザーですね。まずチンクアンタ、こちらです。あのバッファローレザーを使ったブルゾンをやりたくて、もうゴリゴリです。めちゃくちゃ重いです。正直なんだろうな、最初着心地良くないんですけど、これをエイジングしていくっていうのがなんかちょっといいなと思って、自分としてもちょっと着たいなと思っていたもので、まあかなりなんだろうな、革自体にボリュームがあって、この独特のシボがあって、で着丈短めのこのまあミリタリーブルゾンタイプをやっているんですけど、まあこういうのに本当にベルイチのパンツ合わせたりとかっていうのが、おしゃれだなというふうに感じて、今回これピックアップしてるんですけど、まあ、結構値段も値段なので、まあ、これは本当に完全に受注ということで、オーダーを受け付けますという形で、おそらく販売をするようになるんじゃないかなというふうに思っています。それから新ブランドでサンクノワールっていうブランドがあるんですけど、まあ、日本のブランドですね。イタリアのレザーを使って日本で作られているブランドなんですけど、非常にしなやかなレザーで、まあ、このなんだろうな、チンクアンドとはまた全然別のベクトルで、もう少しさらっと軽く羽織れるみたいな、この、まあ、ちょっとこのなんていうんですか、シャツブルゾンみたいなタイプをピックアップしています。これは本当は結構形あるんですけど、まあ、僕としてはこれが一番しっくりくるし、まあ、着るとしたらこれかなということで、こういう一方のみになっております。で続いて、アクセサリー類ですね。まずバッグ、ケンブリッジサッチェルっていうブランド、こちらなんですけど、英国のめちゃくちゃクラシックなバッグブランドです。そこのメンズがまたこうしっかり作り始められているということで、ピックアップをしました。僕がピックアップしたのは、どちらかというと男女兼用の、ケンブリッジサッチェルを代表する形の、またコンパクト版なんですけど、ちょっと出かけるときに、さっと荷物を入れて使えるように、コンパクトなものをあえて選んでいます。でコンパクトなんですけど、まあ、ボリューム感が特徴なのと、まあ、やっぱりメイドイン UK。で、これもまあ値段がすごく、いい値段だったので、ちょっとピックアップをさせてもらっています。まあ、本当アクセントとしてこういうのは使ってもらえると嬉しいなというふうに思っております。はい、そして、まあ、これもなんだろう、すごくスペシャルなアイテムなんですけど、まあ、これは本当日本だとウェアルネスだけでの取り扱いです。プラントアーティストの川本聡さんというイタリアにミラノに在住のアーティストの方がいらっしゃって、まあ、知ってる方は知ってるかなと思うんですが、 SNS でも結構その着こなしとかがおしゃれですごく有名で、その川本聡さんと、まあ、僕ちょっとこう交流があって、ご飯食べに行ったりすることがあるんですけど、その彼も僕と同じぐらいのタイミングにミラノにアトリエを作って、で僕は日本でこのサロンという形でちっちゃくやらせてもらうようなお店を作って、まあ、そのタイミングがすごく一緒で、なんかその一緒にできたらいいですねっていうお話を前々からしてたんですけど、今、ミラノで川本聡さんが作られているワンオブアカインドって言ったっけな、名前があって、キャップがあって、もうほんと一点物のキャップ、ニューエラのニューヨークヤンキースのキャップに対してハンド刺繍で、手刺繍で、川本さんがピックアップしてきたワッペンをこうつけていく、こうアクセサリーをつけていくっていうような、そういった商品です。でこちらは、ベージュ、ブラウン、ネイビーのこの3色を、まあ、僕が、選ばせてもらって、これに対して、その川本さんのコレクションの中で僕が一番気に入っているこのアクセサリーの配置があるんですけど、その配置とそのチャームの種類をちょっと選ばせてもらったものっていうのを、まあ、本当ハンドメイドなんですって、なのでそんな大量に作ることができないんですけど、まあ、それも少量にはなっちゃうと思うんですが、受注販売という形で、発売をさせてもらおうと思ってます。まあ、本当に貴重な
キャップだし、僕も普段結構キャップをカジュアルに被ることが多いんですけど、まあそういう時にね、なんかどういうキャップ被ろうかなっていつも悩む。結局なんだろうな、本屋さんとかそういうレコードショップとかそういうところのオリジナルのものを被ったりしてるんですけど、まあなんかこういうアーティスティックなものをあっても面白いなっていうところで、ウェアルネスで、こちらのキャップを、販売させていただくことになりました。あと忘れてはいけないのが、加賀さんにお願いしているセブンフォールドなんですけど、まあ、ネクタイはもちろん、厳選して僕がチョイスしたものが入荷してくるんですけども、また別注のスカーフシリーズを、取り扱いをいたします。で、今回の別注なんですけど、まあ去年の冬に僕すごくマフラーをせず、シルクのちょっと長めのなんだろうな、スカーフっていうのかな、ストールをぐるぐるっと二巻きして結んでいるだけで、あったかいし、なんだろう、こう、カシミヤのマフラーとか、そこまで大げさなものが、まあ、暖冬だったんで、必要がないなって自分で感じてて、で、それを、セブンフォールドで、作ろうと思って、加賀さんに柄出しからちょっとお願いをして作ってもらってます。で、長さをね、普通の、春夏にお取り扱いをしていたストールよりも、長くして、こう、ぐるぐるっと巻いて、なんだろう、キュッと結べるようにもなってるし、一巻きでもね、割と様になるようなものを、すごくかっこいいものを作りましたので、それも入荷してきますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。まあ、ざっと、このラインナッププラス、アントニオからちょっと送られてくるものがあるかなっていうことと、まああと、この、なんでしょう、ウェアルネスのサイトで販売するもするっていうもの以外に、オーダーのシャツ、そしてオーダーのスーツをこの秋冬から始めようと思っております。もともとリングジャケットさんとお取り組みをしていた、友吉高田プロデュースドバイリングジャケットを、僕の方でもちゃんとゲージをしっかり揃えて、ウェアルネスのネームでちょっと新規新たに、やっていきたいなというふうに思ってます。もちろんこのサロンにアポイントをいただいて、オーダーのスーツを作っていただくということもできますし、今後いろんなお店、今お声かかっているお店も何店舗かあるんですけども、そういうところにゲージなどをお持ちして、そのイベントの時に特別に、そういう場所で採寸をさせていただくという機会も設けようと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいと思っております。はい、ということで、まあちょっとは駆け足で行ったつもりが割と時間かかっちゃったんですけど、この秋冬のなんでしょう、ウェアルネスの商品入荷予定商品と、まあその他の流れみたいな感じですかね。はい、イベントもね、秋冬いろいろと顔を出させていただく予定なので、またその場所その場所でお会いできるのを楽しみにしております。はい、ということで本日の動画はこちらで終わりになります。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録をお願いいたします。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。